皆さんこんにちは。Qテレビの増田みなりです。今更ですが明けましておめでとうございます。今年最初のファイルゲッターです。今回は約2ヶ月間お休みしていた間に私が撮った写真の中から皆さんに紹介したい写真をピックアップしました。それではやっていきます。今や一大ムーブメント、大流行のインスタ映え、見栄えのいい素敵な写真を求めて、駆け出しインスタグラマー増田みのりが今時の映えをお届けします。今回は増田リポーターが年末年始に撮った写真をエピソード付きでご紹介します。さあまずは1枚目、昨年のクリスマスに撮った写真です。こちらクリスマスといえばイルミネーション。昨年のクリスマスはアスタムランドのイルミネーションを見に行きました。たくさん綺麗なイルミネーションがあったんですけど、私が一番綺麗だなと思ったのはこの写真のイルミネーションです。この丸いライトがとても可愛かったです。映えてます。続いての写真はお正月に撮影しました。こちら おせちです。新年早々こんな色鮮やかな写真が撮れるのとてもいいですよね。ついついいろんな角度から写真を撮ってしまいました。どれも美味しかったんですけど、私が一番好きなのはエビです。とても美味しかったです。3枚目は去年も番組内でご紹介しました。こちら増田家恒例のお正月飾りです。去年とはちょっと違いますが、このお正月飾りを見ると、あ、お正月来たんだなと実感します。そしてここからが私が特にお見せしたかった写真です。それがこちら、お正月飾りとプリンです。とっても可愛いですよね。プリン何か叫んでます。それも可愛い。これは多分連写してたはずなんですよ。連写しておってたまたま撮れた顔なんで、これは何か叫んでおったのか何なのかって感じなんですけど、でもいい感じに撮れたと思います。そして皆さんもちろん気づきましたよね。このプリンの可愛い服、これ実は袴なんですけど、お正月用に家族が買っていました。で、一応袴なのにお尻は出てしまっているっていうサイズ感で、それも可愛かったです。このプリンを初めて見た時は、もう意外と似合っとるなと思いました。なのでずっと着ててもいいのかなと思ったんですけど、これはもうお正月限定だったみたいで、次の日にはもう脱いでました。この写真とっても可愛かったので、
キューテレビのペット担当といえば矢本さんにもこの写真を見せたんですけど、すごいリアクションが返ってきました。この約2ヶ月の間にいろんな写真撮ったんですけど、プリンが可愛すぎて数えたら60枚以上撮ってました。はい我慢できなかった、可愛すぎて。ということで、この2ヶ月間私が撮った写真をご紹介しました。皆さんはどんな写真を撮りましたか？今年もどうぞよろしくお願いします。ということで、今回は増田リポーターが年末年始に撮った写真をご紹介しました。今年も1年よろしくお願いいたします。ということで、今年一発目のスタイルゲッターでした。去年はいろんなことに挑戦して失敗もたくさんしたんですけど、今年はそれのリベンジとか新しい写真にも挑戦したりしたいなと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。今回の写真もインスタグラムにアップするので、ぜひご覧ください。それでは次回のバイルゲッターもお楽しみに。